皆様こんにちは、笹本玲奈です。本日ウエストサイドストーリー拝見させていただきました。すっごく楽しみにしていたんですけれども、期待以上のに楽しませていただきました。まずはですね、もう本当に装置、舞台装置がこんなにも豪華だと思っていなかったので、この世界観の中でついにマリアを演じる日が来るのかと思ったら、もう本当に嬉しくてワクワクドキドキが止まらないで、もう本当に2時間半ですかね、息を飲むような感じで集中して見させていただきました。ステージがこう回ってる感覚もドキドキしたんですけれども、1950年代ですかねのこうニューヨークの舞台に、もう自分もその時代に生きている人間として参加しているような感覚がありまして、これをまあ私も一観客として今の時代に生きててよかったなって思えるぐらい、この作品に出会えてよかったなって思えるぐらい感動しましたし、私自身もまた楽しみになりました。出演できることが楽しみになりました。ぜひぜひ日本版も楽しみにしていてください。